トの村まではなかなか長い道のりだね。ああ、かなり歩くな。おい、あんたたち！なんだ？水汲みの仕事をしに川へ行ったら化け物が出てよ。魔獣？この一帯は近衛兵が巡回しているはずです。この衛兵、偉そうなおっさんのことか。あいつならもう何日も見てねえよ。見ていない？一体なぜ？あんなやつもう絶対に頼れないし、頼りたくなんてない。だってあいつが頼りなかったせいで。まさか命令に背いて職務を放棄するなどありえません。俺が嘘つきだって言うのかよ。そうは言っていません。あんたらも剣士みたいだけど、奴らとどうせ同じだ。そんなことはない。私たちがその魔獣を討伐する。お前は村に戻り、私たちが報告に向かうまでは川に近づかないように伝えてくれ。メディナ。けど信じるべきだ。私はともかく、先ほどお前が軽口を叩いたお方は最強の剣士だ。だから私たちを信じろ。そして村から誰一人として出してはならない。わかった、あんたらを信じるよ。アリス様、勝手に申し訳ありません。しかしアリス様なら必ず討伐に立ち寄られると思い。もちろんです。あなたの判断は的確でした。人界の民を守護する、それが我ら聖豪騎士の務めですから。アリス、どうしたんだろう。いつもと少し様子が違うような。キリト、先ほどあの村人が言っていた、その近衛兵が魔獣被害に遭い数日行方不明になっている可能性があります。なので魔獣討伐と同時に、理由もなく近衛兵が義務を放棄するとはやはり考えられません。ああ、そうかもな。変な悪知恵を働かせるような奴じゃない限りはありえない。キリト。いや、俺が変に勘ぐっただけだよ。それじゃ近衛兵についても気を配りながら先に進もう。さてと。ええ、敵がいるぞ。行きます。行くぞ。
どうにか片付きましたね。みんな、救世主様のためなら一肌でも二肌でも脱げるぜ。お前ビビっておじけついてたくせに。はあ、おじけついたのはそっちだろ。喧嘩はやめるように。はい、救世主様。キリト、この衛兵のことですが。なあ、やっぱりいなかったな。カラントもこの辺りにはないし。でもこの辺りのけ、誰か！もしや、あの声は。様子を見に行きましょう。助けてくれ！いたぞ、カラントもこの先にある。彼を助け出しましょう。了解です。おお、助かったぜ。この反応を見る限り、アリスが整合騎士だとは気づいて。お前たちも新しい警備先に向かう途中だったのか。いきなりこんな任務頼まれて、迷惑この上ないよな。平民ごとき、一人や二人魔獣とやらに食われても大したことで。奴らは高貴な我らと違い、ネズミのように子を多くなすのだが。なんですって。なぜ
騎士団にまで配属された俺がこんな。あなたに聞きたいことがあります。え？な、先ほど私たちはこの周辺の村、この辺りの警護を任されているはずであるのに、そして彼の妹はこの衛兵が常駐しているにもかかわらず、お前はその間一体何をしていたのです？なぜ答える必要がある？貴様に答える義理はないぞ。では質問の仕方を変えます。私はアリス・シンセシス・サーティ聖号騎士です。聖号？まさかお前は聖号騎士である私の質問に答えぬ不敬を犯すならば処罰を検討する必要があります。待ってください、聖号騎士様。事実を私は決して上司であるこの衛兵長の資料地のあたりを中心に警護しており。ならばなぜ大量の魔獣の出現が放置されたのですか？指定された任務に。平民の村人はお前にとって取るに足らない存在。聖護騎士様、どうかお許しください。処罰は下しません。この地帯の警護担当者を変える。お前には帝国の騎士団所属に戻ってもらいましょう。キリト、私は村に立ち寄り報告を済ませ、早馬を利用してこのようなものがいたことは由々しき事態です。同じことが起こっ、アリス本気で怒ってるな。こんな奴が警護をほったらかしにしてたんだから当然か。なあそうだな、それじゃあ頼むよ。地図のこちらの座標にて合流しましょう。ああ分かった、また後でな。それからメディナ殿、どうされました？今回は手強い相手だったゆえ、あなたと冒険者のみんなのおかげで助かりました。アリス様、それではまた後ほど。メディナだと？これはこれはメディナ・オルティ。私の名をなぜ？随分と懐かしいな、メディナ城。いいな、欠陥品の顔。貴様は昔父上の知り合いなのか？ええ、貴族にあるまじき失敗を犯して命を落とした哀れな。違う、父上が死んだのはお前らが。本当に私父上の子供じゃなければよかった。そうかもしれないな。父上を殺したの私。メディナ、メディナさん大丈夫？救世主様。まったく理解に苦しむな。負け惜しみは格好が悪いわよ。そうそう、一体何なのよ。自分がサボってたのに人に責任転嫁するなんて卑怯。お願いです、救世主様に意地悪しちゃ嫌です。なんだこの小娘が。お前言わせておけばなんだ、救世主様にその口の聞き方は。あまり狼藉が過ぎると黙っておけんぞ。ああ貴様ら、うわ、欠陥品が自分と同じような。貴様、私には何を言っても構わない。同じ貴族に相手をしてくれる者がいないためにこのようなもの。どんな言葉で哀れなベクタの迷子をたぶらかしたかは知ら。本心で。メディナ、こんなやつ。そうよメディナさん。ああ救世主様大丈夫？ああ私は平気だよ。泣いているのに。泣いてなんかない、涙なんて出て。手をつないであげる、救世主様が泣き止むまで。ありがとう。泣いてないけど、あんな貴族を黙らせるにはもっと私は強くなる必要がある。強くなり功績を立てて、そして父上のためにも
それが アリス、村に報告してくれてありがとうな。いえ、当然のことですから。お前たちと無事に打ち合えて。アリス？え？いや、なんか元気ないからさ。いいえ、何でもありません。それより先ほど立ち寄った村にて妙な噂を聞きました。見知らぬ子供？狭い村落では村中の世帯を一人一人の住民が把握していることが普通です。顔見知りじゃない、知らない子供は、つまりどこか別の場所から来た子供である可能性が高いってこと？ええ、探す価値はあると思います。ならルーリットに行くまでにまずこの周辺で子供たちを探そうぜ。ええ、あの、先ほど立ち寄った村にてある伝承について聞いたのです。伝承？150年ほど前この北帝国に現れた魔女によって良き子供たちが皆さらわれたというものです。魔女に良き子供がさらわれた？ええ、ですがおとぎ話のように語られているだけで真偽は不明のようですが、その伝承には続きがあり、魔女は聖なる皇帝の剣によって倒され、良き子供たちは親の元へと戻された。だが良き子供たちの善なる心は魔女によってすでに汚され、禁忌目録で誘拐は禁じられている。そうだよな、法に縛られている限り滅多のことはないはずだけど。しかし一切可能性がないとは言い切れません。ああ、そうだな。さてと。ええ。なあ、二人とも、ちょっと休憩しないか？喉がすごく渇いてさ。おい、二人とも？な、すみません。私は別に、何でもない。様子がおかしい。何か気に病んでることでもあるのか？そっか。じゃあもう一度言うよ。喉が渇いたし、ちょっと水分補給して休憩しない？喉が渇いたというのには同意です。近くの川で水を汲みに行きますか？そうだな。じゃあ俺が行ってくるから、二人はここで待っててくれ。重いだろう。お前一人で行くのは進めない。そうです、私が共に行きます。アリス様にご足労いただくのは申し訳ありませんし、アリスはさっきも村に行ってくれたし、疲れてるだろ。いえ、私は平気です。メディナ殿こそ疲れているように思えますし、
いえ、そんなことはありません。なんか二人ともお互いを気遣うがゆえに。ではキリトに決めてもらうとしましょう。どちらと水を汲みに行くか。俺？お前だ。なんでこんな状況に。さっき二人とも何かを考えている様子だった。でも三人で行くっていうのも変だしな。じゃあアリス、一緒に行こうか。わかりました。ではここで待機している。なあアリス、どうしたんだよ。どうしたとは？さっきの考え事だよ。そうですね、考え込むなど私らしくもない。それでも気になったから考えたんだろ。さっきの村で何かあったのか？人界で生きる全ての人々を守護する、それが我ら聖号騎士に与えられた義務です。その中には先ほどのような平民を見捨て職務を怠慢するこの衛兵も含まれる。そして私は結果的にあのこの衛兵を助け、彼が見捨てた少女のことは助けられませんでした。どういうことだ？村に向かい彼女の足を神聖術で治癒しようとしましたが治せなかったのです。そんな、アリスの神聖術でも？はい、どうやら一度受けた恐怖から彼女の真意には歩けないという意識が植え付けられてしまったようです。私は不甲斐ない思いでいっぱいです。仕方がないよ。誰もこの衛兵があんな職務放棄をしていただなんて知らなかった。それに真意が問題ならカーディナルにもまた相談してみようぜ。何かいい方法があるかもしれない。ええ、そうですね。キリト、私たち聖号騎士は一体何のために戦うのでしょうか？アリス、最高司祭様の命にただ従っていた頃は、私たちが戦うのはこの人界すべての民を守るためであると考えていました。ですがあのように人の命をないがしろにする貴族まで守る必要が果たしてあるのでしょうか？お前はロニエやティーゼを辱めようとした彼らと戦い、その手を血に汚した。あの時の私はお前が理解できなかった。なぜ法に背き人を殺めたのかと。でも封印が解けた今はお前とユージオのしたことの意味がわかる。だからこそ私は知るべきです。なぜ自分が騎士として人界を守るのか、その理由を。その答えが出せないままでは私は人形のまま、最高司祭様によって作られた人格であるという事実から抜け出せぬままだと思います。俺もどう言っていいかわからないけど、アリスは。なんだ？メディナ殿がいた場所から聞こえました。急いで戻るぞアリス。メディナ大丈夫か？もちろんだ。だが相手は手強い。アリス様もキリトもどうか気をつけて。Yeah.
どうにか倒せたな。キリト、この魔獣何やら妙でした。妙って？体に小さな傷がついていた。メディナ殿も気づきましたか？本当だ、剣の切り傷じゃない、尖ったもので引っかいたみたいな小さな傷。それでいてとても傷は浅い。子供の力では、この近くに子供たちがいる可能性があると。ああ、そのようだな。では急ぐ必要がある。魔獣の巣を追っていった私たちは幼い三人の冒険者に遭遇。その後不測の事態が発生してしまったものの。お願い止まって。はい。まさか接触で意識が変わってしまっている。いくら緊急事態とはいえ、それはやりすぎではないですか？彼女はまだ子供です。自分の意思もほとんどなく、あなたの力がどのようなものかも分かっていない。そんな子供を。アリス様は人命と大義どちらが？救世主様は救世主様じゃない。はあ、ん？すみません。そうか。私たちの勝利です。無理だ。あれ？ん？そうだ。うお！それで？ああ。いいな。だけど。行くぞ！嬉しいよ。いいぜ。ん？もしかしてあのな。
はあ、だけど引き受けるよ。ありがとうね。なるほど。さてと。ああ、わかった。それと、あの、ん、それは、うん、すみません。しかし、え、はい、救世主様。大丈夫か？すまない。頼みます。え、ねえ。はい、頼む。さて、いいな。もう。いい。ムカつく。ああ。終わりましたね。
どうも君とだって絶対取れない。行くぞ行くぞ、これで消える。君となら絶対に負けない。私も力になったんです。Yeah.
で消える。ジェネレーターの火のせいだ。これで消える。これで消える。
で消える。
よし。ああ、さてと。あの、どうした？どうでしょう。実は、それと、ちょっと。ねえ。あのね。大丈夫だよ。ありがとう。
魔獣の被害はないみたいだね。それにあの人たち、ルーリットの村にもこの衛兵が配置されているようですね。少なくともここにいるこの衛兵はまともな奴らだといい。では私、どうしてだよアリス。私は罪を犯してこの村を離れました。それに仮に村人たちが迎え入れてくれるとしても、今の私はセルカを一目見たいという気持ちは変わらないのか。それくらいなら身分を明かさずともできると思うぞ。ええ、そうですね。遠目から姿だけでも。ユージよ、セルカ久しぶりだな、セルカ。まさかこんなに早く会えるなんて。二人ともどうしてここにいるの？てっきり修剣学院に通っていると思ってたけど。ああ、そうなんだ。北帝国に魔獣が出現した話は知ってるよな。ええ、村に来た北帝国近衛兵の人たちから聞いたわ。幸いこの村はまだ魔獣の被害を受けていないけど、怖いわね。魔獣の退治は主に近衛兵や聖豪騎士が行っているんだけど。そうだったのね。ところでこちらの人たちは？彼女たちも俺たちと同じ修験士だよ。キリト君やユージオ君と旅をしながら一緒に魔獣の退治をしているの。二人と過ごすのは大変でしょ？特にキリトは。そうね。でも二人は強いし。それならよかったわ。姉様。セルカ、どうして？やっぱり姉様だ。でもどうして？ごめんなさい。説明するのはすごく難しくて、今はまだ。姉様、いいの。私は姉様にもう一度会えただけで十分だから。説明なんて今はしなくていいから。ありがとうセルカ。アリス、大丈夫？はい。ですがやはり心残りはあります。私はあまりにも多くの秘密を抱え、記憶を失った理由や聖豪騎士という身分。うん、それは僕も一緒だよ。罪を犯してカセドラルに連行されたことや最高司祭様の死に手を貸したこと、すぐには伝えられないけど、いつか必ず全てをセルカに話すつもりだよ。ええ、勇気のいることですが、その時に向けて。大丈夫だ、いつか絶対に話せるよ。ええ、それと一つ思ったことがあるのですが、セルカに限らず今回の旅で私は聖豪騎士という身分を隠すべきかもしれません。カーディナル様は
最高司祭様の秘密を最高司祭代理という立場から騎士たちにお話になりませんでした。騎士たち一人一人に考えさせるために聖号騎士である私の口から語るようにおっしゃいました。カーディナル様にとっての最高司祭という立場が私にとっての聖号騎士です。今後カラントを探す中で民と話す機会もあるでしょう。先ほどは職務を怠慢していたこの衛兵に思わず自分の立場を明かしてしまいましたが、これからはよほど必要に駆られた時以外は慎みたいと思います。毎度聖号騎士を名乗っては彼らと対等な会話を望めなくなってしまいますので、私はできるだけ近しい立場で知りたいのです。なるほどね。アリスが望むならそれがいいと思うぞ。うん、僕たちも協力するよ。ありがとうございます。この周辺にもカラントがあるみたいだな。ええ、先ほど魔獣が出たとセルカが言っているのを聞きました。放っておくわけにはいかないな。周辺で情報を集めつつカラントを切っていこうか。はい、そうできるならばぜひ。そう、それじゃあそろそろ行こうか。ああ、北帝国にあるカラントを減らしてセルカたちの生活を守るんだ。メディナと冒険者たちは村や周辺住民からの情報収集、そして俺たちはルーリット。セルカ、元気そうで本当に良かったよね。ああ、2年前が懐かしくなったよ。セルカの作ってくれた鳥の蒸し焼き。懐かしがるのはそこかい？キリト、ユージオ。なんだい、アリス。私もお前たちと一緒にカラントの捜索と、ま、本来ならばカラントを切れる者が揃って行動するより二手に分かれた方が効率も良いですが、この周辺は範囲としてあまり広くありません。そうだね。はい、それからこれはあくまでもついでで構わないのですが。ついで？もしも友情やキリトにとっての思い出の場所を通りかかった時は教えなさい。つまりアリス・ツーベルクとの思い出が何かしらある場所で。アリス。なるほど、アリスはアリス・ツーベルクの記憶に触れてみようとしているのか。そうか、けど俺が持つ3人で過ごした記憶は曖昧なんだ。そうだよね。だから僕ができるだけいろんな思い出を案内できるように頑張るよ。ありがとう。よし、それじゃ。うん、はい。なんか懐かしい場所か。うん、確かここにアリスと一緒に来たと思う。なるほど、アリス・ツーベルクとここへ。いや、それがよく思い。おい、ユージオ、自分から言っといてそれはないんじゃないか。でも本当に曖昧なんだよ。なんだかアリスとここに来て、それから途中がない。ああ、最初と最後だけだ。こうして川に来て水が綺麗だねって言って、夕方アリスは無事で僕だけびしょ濡れになって帰った。うん、分かった気がします。分かったって何が？確かユージオとキリトと私三人でいたという事実が二人の記憶からは抜けている。そうですね。多分そうだけど。つまり三人でいた事実がないと成立しないような出来事は記憶から抜け落ちる。うん、難しいけどなんとなくわからないでもないかも。抜け落ちた記憶？
3人でいた事実がないと成立しないような出来事、川でそんなこと起こるか。例えばキリトは川に来たら友達と何をしようと言いますか。水の掛け合い。なんで俺の代わりに答えたんだよ。だってそれしか考えられなかったから。私も同意見です。おい。そして友情はその提案に対して何を言いますか。え、無視。アリス・ツーベルクは何と答えるでしょう。アリスはおてんばだから水に一緒に入って掛け合いっこするんじゃないか。いや、確かにアリスはおてんばだったけど、そのあたりの一線は守ってたよ。だってガスフトさんから厳しくしつけられてたからね。洋服を汚したりしないようにいつも気をつけてたんだ。だから二人ともやめなさい、風邪ひいちゃうわよって叱りながら僕たち二人を見てたんじゃないかな。なるほど。だったらアリスだけ服が無事だったのは納得がいくな。今のアリスなら水に一緒に入って徹底的に。ちょっとどういう意味ですか。私はそんな子供っぽいことしません。そうだよ、子供っぽいのはキリトだけ。ねえ、そりゃないぜ。友情までアリス側につくなんて。キリトはいつまでたっても子供だからね。ええ、本当に不思議と訪れたことがないのに。なあ、俺もだよ。アリスとユージオと俺の3人で昔も。ここは？ここはね、僕たちの隠れ家だった場所なんだ。僕にとってすごく大事な場所だよ。ほう、隠れ家とは具体的に何をする場所として使っていたのですか？そうだな、具体的に何かするってわけじゃないけど、ともかく大切な思い出の場所だよ。なんだよ、ユージオ、どんな思い出がある場所かは言いたくないのか。あー、なんだかちょっと照れくさいこともあるからさ。アリス・ツーベルクについて大切な記憶があるのですね。今はちょっと恥ずかしいけど、話せる時になったら必ず話すよ。だから今は秘密でいいかな。おや、ユージオ君、顔が赤いぞ。さては相当恥ずかしいことと見た。だからそういうのじゃないってば。わかりました。ではまた話してください。切り倒された後はやっぱり壮観だな。ああ、そうだね。悪魔の木、ギガスシダ。今でもこいつを初めて斧で叩いた時の衝撃は忘れられないな。これがギガスシダ、キリトの剣の元となった木ですね。
ああ、ユージオと俺でこいつを切り倒したんだぜ。けどユージオはこれと6年間も格闘してたんだよな。うん、キリトが来てくれるまでは絶対にこの木を切り倒せないって思ってたよ。アリス・ツーベルクはここに来たことが？あるよ。いつもお弁当を作って持ってきてくれた。確かこの辺りの芝生に敷物を広げて座って一緒に食べたな。うまいパイが入ってたんだっけ？そうだよ。あ、他にもお弁当はすごく具沢山で。そうなの。あ、思い出した。何をです？いや、3人一緒にいた記憶だよ。まさか食べ物が絡んでいるからか。認めたくないけど。まったくお前は。そうそう、アリスの届けてくれる弁当めちゃくちゃうまかったんだよな。でもすごく出来がいい時はアリスのお母さんが手伝ってるんじゃないかって確か友情と話してて。ちょっとキリト。キリト、それは私に、いえ、アリス・ツーベルクに対して非常に失礼だとは思いませんか？ごめんごめん。でもあのパイは絶対にアリスが作ってるなって思ってたぜ。第一、あんなちっちゃい女の子が自分と食べ盛りの男2人を合わせた3人分のお弁当を1人で作るのは無理があるって。もう一体何を思い出しているのです？ごめんね、アリス、繊細さがないやつで。構いません、分かっているので。アリスはいつも勉強の合間に作ってくれてさ。どうしたの？いえ、あなたにとってアリス・ツーベルクはとても大切な存在だったのだと思ったのです。うん、アリスは大切な人だよ、昔も今もね。ユージオ、弁当の話してたら腹減ってきたな。ユージオ、なんか持ってないか？しょうがないな、食いしん坊の誰かさんのためにちゃんとパンを持ってきたよ。おは、で、もしかしてまたあのカチカチのパンか？違うよ、今日は仕事をしてた時と違ってお店にちゃんとしたパンが並んでたから。でかしたユージオ、さすがだぜ。ほら、アリスも食べようよ。ええ、どうしたんだアリス、なんかぼーっとして。何でもありません。ちょっとキリト、一気に3つも取っちゃダメ。近いはずなのに遠く感じただけです。俺たちが食事を終えてしばらく経った後、もしかして、まさか。行くよ。おそらくこれで一通りのカラントは借り終えたけど、これかまだもう少しルーリットを見ていくかい、アリス？いいえ、もう大丈夫です。魔獣を倒しカラントを切ることができましたし、北の洞窟も見に行くつもりでしたが、もう時間もないことです。
それに、よくわかりましたから。オリス？そうなのかい？じゃあ、戻ってみんなと合流しようか。危ないよ。ユージョ、大丈夫か？僕は大丈夫だけど。どうしたんだ？財布がない。さっきまで持ってたのに。いや、確実にスリにあったんだろう。そんなのありえないか。禁忌目録で窃盗は禁じられているですので、そんなことが可能だとは信じられません。それに、1日以内に財布を持ち主に返せば禁忌目録違反にはならないよ。そうだよな。でもともかく、あいつ追ってみようぜ。なんだお前ら。いや、それはこっちのセリフだ。何の話だ。ほら、ユージは。僕の財布を返してほしいんだ。財布？1日以内に返せば禁忌目録違反にはなりません。禁忌目録？まさか禁忌目録を知らない？兄ちゃん、どうしたの？心配したよ、全然帰ってこないんだもん。お前ら隠れてろ。禁忌目録の存在を知らない？ベクタの迷子なあ。その可能性が高いな。あのね、僕たち、でも事情を聞いてもいいか？もし困ってるなら手助け。兄ちゃん、この人たち悪い人じゃなさそうだ。話聞いてくれるみたいだし。なるほど、やっぱり突然この世界に来たベクタの迷子だったって。それで村や町に助けを求めずにみんなで身を寄せ合って生きていたと。でも泥棒はダメだろ。そうです、盗みはよくありません。いくら法を知らないとしても。悪い、仕事もしようがないし、この世界でどう生きていけばいいかわからなくて。どうする、アリス？ここからはルーリットの村が近い。そうですね、村で適性に合った天職を割り当ててもらうことができればいいと思います。確かに、自分に合った仕事をしながら過ごしてもらうのが。自分に合った仕事？はい、あなた方さえ良ければ村で何か仕事をしながら生活してもらおうと思うのですが、あなた方にどのように生きたい、何をしたいという希望はありますか？僕は釣りがしたい、得意なんだ。彼ら冒険者 NPC にははっきりとした記憶のデータがない。不思議な存在だ。一体彼らは何者なのか？私は力仕事が得意よ。重いものを運んだりする仕事なら任せて。裁縫とか型紙書くとか服作る仕事ってなんかないか？わかりました。みんなそれぞれにしたいことがあるの。何にせよ、ガスフトさんに聞いてみないとな。仕事を与えたりできるかどうか。それではキリト、ユージを、手間をかけますが、彼らに天職を与えてくれるようと、いえ、ガスフトツーベルク村長に頼んでくれませんか？私が直接会うと何かと問題が生じると思いますので、代わりにどうかお願いします。わかったよ。じゃあガスフトさんに僕たちから頼んでおくね。ありがとうございます。おい、もしかして好きなことやらせてくれるのか？もちろんです。あなた方には自由に生きる権利がありますから。じゃあさ、みんなも一緒に行っていい？みんな？他にも仲間がいるのかい？うん、あと4人ぐらい。みんなにも声をかけてくるね。ああ、一気にルーリットの村が大所帯になりそうだな。仕事してもらうとはいえ、養えるのか？
さっき村を見た感じだとギガスシダーが倒されたことで前より開墾が進んで村がちょっと豊かになったみたいだし、ちゃんと仕事をしてもらうわけだから受け入れてもらえるんじゃないかな。なるほどな。だったら安心だ。それじゃあみんなで村に戻ろうか。出発だね。行きましょう。よろしく頼む。やっと屋根のあるところで眠れるのね。早く連れてって。キリトにアリス様、ユージオ。ようメディナ、ただいま。どうしてここに？みんなお前たちを村の中で待っていたが、そろそろではないかと思ってよ。それに情報収集に向かわせた者がいて、彼の帰りも待っていたんだ。そうですか。その者たちは？ああ、彼らは冒険者です。私たちが保護しました。そうなのですか。彼らほどの数がいればいい戦力になるでしょう。戦力？あなた、彼らに接触を行うつもりですか？まあ、落ち着けよアリス。どうやらすっかり私はアリス様からの信頼を失ってしまったようですね。いえ、そういうわけではありませんが。前回は確かにやりすぎてしまいました。しかし今回はきちんと話をしてから冒険者にお願いをします。アリス様、私この村でいろいろと情報を集めて分かったことがあり。彼らにはやりたいことがそれぞれにあります。アリス様、あなたのやり方が完全に間違っているとは思いません。しかし話を聞いたところ、彼らは誰一人として戦士になりたいとは言いませんでした。ルーリットの村を守るためには必要なこともあるのではないですか。あなたが接触すれば彼らは従順な戦士、もしくは情報を集める存在になることでしょう。ですが戦うことは彼らの希望ではありません。誰も好き好んで誰かの人形になろうとする者はいないのです。アリス様はやはり現状がお分かり。どういう意味です。対策本部には現状相次ぐ魔獣の発生、人形、そのように表現されてしまえば。しかし事実、私が接触した冒険者たちは命令に従い対策本部の役に立っているはずです。命令？あなたが彼らにしているのはお願いではなかったのですか。一体いつから命令になったのです。あ、今回の子供たちの失踪事件を追うのに追加の人員はこれ以上必要。メディナ殿、彼らに関してはそのままでいさせてくれませんか。救世主様、調査の結果新たな情報をつかめました。なんだ。この先にある村でも子供の行方不明事件が起こっているとのことです。そうか、ありがとう。救世主様のためであるならば当然のことです。新たな情報か。どうするアリス。早急に準備を整え。そうだね。キリトはアスナたちに声をかけて出発準備をしてもらうように伝えてくれ。ああ、わかった。それじゃ後でね。出発準備を進めた後、夜も遅くなったため俺、そして出発は翌日と決めて野営場所を探していた時、意外な人物に会う。のどうもです。ヤッホー、キリト。奇遇だな。リーネルにフィゼル、ディソルバード、ここで何してるんだ。師匠と一緒に魔獣討伐任務をこなしたところだよ。我に下された任務だったのだが、いつの間にか二人がついてきていたのだ。そうなのか。お疲れ様です、デュソルバート殿。師弟関係はあれからうまくいっているみたいだな。うん、
余計な世話だ。ねえねえ、子供の失踪事件ってどうなったの？進展あり？なし。困ってるなら私たちが調査に協力してあげてもいいよ。お前たち何を言っている？早く対策本部に戻るぞ。聞く話によると北帝国はこの衛兵が無能で、いや討伐の時は私たち役に立つし、子供だから情報調査も怪しまれずにできるよ。人手が増えるのは助かりますが、私たちだけで問題ありませんよ。絶対に役に立つから一緒に行かせてください。いや、でもな。アリス殿を困らせるのもいい加減にしろ。北帝国は魔獣がいっぱいだよ。ついていくついでに討伐もこなすから。ダメだ。ケチンボ。まあ止められてもついていく手段はいくらでもありますけどね。それもそっか。よし。おい、よしとは何だ？何でもありません。失踪事件の調査に行くのは諦めました。では帰りましょう。アリス殿、すまないが我らが同行してもよいだろうか。足手まといにならぬよう二人は我が見張っておく。ええ、デュスルバート殿がそうおっしゃるならば。もしかしてついていっていいの？事実、北帝国での魔獣発生情報は絶えず、これからも我らは北帝国に滞在する必要がある。重大な事件を追うアリス魔獣を倒していけば、そしてお前たちは放っておくと何をするかわからぬからな。長い付き合いだからリネルの言ったことがシャレにならないと思ったんだな。ありがとう、師匠大好き。さすがは私たちの師匠です。信じていました。わざわざ我についてきたのはそれが狙いだったのか？違いますよ。師匠の武術はこの目で見たかったからです。そうそう、全然不純な動機なんかじゃない。なあまあ頼りになる仲間が増えたってことかな。ええ、一抹の不安は感じますが。すまぬが、よろしく頼む。そして夜、俺たちは野営をしながら出発準備を整えていた。あ、キリト君、どうしてお菓子ばっかり持ってきちゃうの？遠出の時にお菓子がないと寂しいだろ。遠足じゃないんだから、ほんとしょうがないわね。はい、みんな、メンテする武器があるなら早めに行ってね。あ、じゃあ私のもいいですか？もちろんよ、そこに置いて。ありがとうございます。やっぱりリズは頼りになるな。今や細工も学ぶ私には怖いものなしよ。アスナさん、新生術のことでちょっと教えてもらいたいことがあるんですけど。大丈夫だよ。救世主様のお役に立てて毎日充実しています。本当にありがとうございます。救世主様のためにも早くこの事件を解決しなくちゃ。救世主様、次の指示は何ですか？今日はゆっくり休んで明日に備えてほしい。それからしばらく私を一人にしてくれ。はい、救世主様。メディナ、どこに行く気だ？ねえ、どうしたんだ？アリスがどこに行ったか知らない？私たちこの近くに設営した天幕で寝るつもりなんだけど。というか、なんであんたは男子天幕の近くじゃなくてしれっと女の園にいるわけ？いや、これはアスナに俺の荷物がちゃんとしてるか確認するためだって言われて。まあ、こうして女の子に囲まれてるのがあんたらしいといえばあんたらしいけど、なんなら気づかれないよう女子天幕に混ざって寝ちゃう気だったりして。
そんなわけないだろ。キリト君、何話してるの？いや、アリスいないから探してくれ。ごまかしたわね。それじゃ。キリト君？とはいえ、なかなか見つからないな。アリス、どこにいるんだろう。でも、メディナも少し様子がおかしかった。どちらも気になるけど。やっぱり今探すべきなのはアリスだ。アリスが行きそうな場所は。そういえば昼間、俺たちが昔氷を取りに行った洞窟が気になると言っていた。結局一緒に行けなかったけど、行ってみるか。